RS-68 RS-68 はロケット団員者によって開発された液体水素と液体酸素を推進剤とする大型ロケットエンジンである。液体水素を燃料とするロケットエンジンとしては最も強力なエンジンで海面高度における水力はスペースシャトルのメインエンジンの約2倍である。1990年代末から2000年代にかけて デルタ4ロケット E ラブ向けに既存のエンジンよりも経費を削減することを主眼に開発された。燃焼室では102%の出力時、液体水素と液体酸素6、1の混合比で 1486LBF、インの圧力下で燃焼する。最大出力時の102%の水力は、真空中で75万8000リッター BF で、 海面高度では66万3000リッター BF である。エンジンの重量波でである。この時の水力での水力重量比は51.2で、非水力は真空中で410秒で、海面高度で365秒である。RS-68 は、油圧式のジンバル機構を備え出力を58%から101%の間で調整する機能を有する。 改良型の RS-68A の海面高度での水力は317.5トンである。RS-68 計画の目的は単純で、費用対効果の優れたエンジンを生産することだった。RS-68 は、複数回使用される、スペースシャトルのメインエンジンよりも80%以上、部品点数が少ない。その分、性能は控えめであり、 水力効率を済むと比較した場合、RS-68 の水力重量比は大幅に低く、被水力は10%低い。RS-68 の長所は、それ以上のコスト削減による、費用対効果の向上である。RS-68 のボーイング社のデルタ4計画向けの製造費用は、約1400万ドルで、対する済むは5000万ドルである。 スムの高コストの理由は、複数回の打ち上げに対応するために、設計されているためで、あ、使い捨てロケット用に設計されたより大型で廉価な RS、RS-68 は、費用対効果に優れている。なお、水力重量比は低下したとはいえ、絶対値として、水力の50%向上という点では強力なエンジンで張り、例えば、シャトルが強力な、 SRB を必要としたのに対しデルタ4ヘビーは、当エンジンの未三機という構成で離行、離行する。エンジンサイクルは2系統の独立したガス発生機サイクルで、燃焼室はコスト低減のために、溝が多数うううあるチャンネルウォール構造が使用されている。これはもともと旧ソビエト連邦で開発されたもので。 外側と内側をロー付けすることで作られ、他のエンジンに使用されている従来の数百本の管を燃焼室の形状に合わせて曲げて並べてロー付けしたチーブール構造に比べると重量が増えるものの、簡単でより安価に製造することができる。また、膨張比21.5のノズルの下部はアブレーション素材で作られている。これも同様に他のエンジンに使用されている。 チューブウォールノズルよりも重くなるが製造が優しく、廉価になる。エンジンの設計、開発は、スムの開発時と同様に、カリフォルニア州のカノーガパークの施設で行われた。初期開発段階のエンジンは、アポロ計画のために、サターン V のエンジンの開発、試験に使用された、サンタスサナ野外研究所で組み立てられた。RS-68 の最初の試験は、 エドワーズ空軍基地にある空軍の研究所の施設で行われ、後に NASA のジョンシーステニス宇宙センターでやれた。最初にエドワーズ空軍基地で成功した燃焼試験は1998年9月22日に完了した。RS-68 は2001年12月にデルタ4での使用が認証された。この新型エンジンを使用して2002年11月20日に 初打ち上げに成功した。RS-68 は、デルタ4シリーズの、覚悟形式において、コモンブースターコアの一部として使用されている。最大重量形式では CBC を3機使用する。7機の CBC を使用する、デルタ4の使用の構想もある。中止されたコンステレーション計画では、宇宙への物資運搬目的に使用される、アレス V ロケットの一段目に、 RS-68 を6機搭載する予定であった。2006年5月18日、NASA は計画中の RSV の主エンジンに済むではなく5機の RS-68 を使用することを発表した。NASA は RS-68 を選定した理由として、より低コストであり RSV 用の1機あたりの費用は約2000万ドルであるとした。 アレス V 用の RS-68 の改良項目として、長時間の燃焼に応じたことなるアブレーションノーズルや、指導シーケンスの短縮、指導時の水素の損失を減らすための変更と、指導前と飛行時のヘリウムの使用を減らすための変更が含まれる。水力と、非水力は、別途進行中のデルタ4用の改良計画、RS-68A において向上させる予定である。 2009年の時点で入手できた情報では、アレス V は6機の RS-68 エンジンをセントラルブロックに用するとされた。アレス V 用のエンジンは RS-68B となる。ダイレクト代替打ち上げロケット計画では2機、または3機のバージョン2.0の RS-68 エンジンが提案されたが、スペースシャトルメインエンジバージョン3.0に切り替えられた。 2008年4月4日、アメリカ空軍はカリフォルニア州ハッテントンビーチのボーイングローンチサービシーズと2000万ドルドルで改良系を製造する契約を交わした。この改良計画はボーイングが1万9型とする改良された RS-68 エンジンの性能を実証する試験の契約である。政府は宇宙への運搬手段として RS-68 エンジンの信頼性を マシリスクを低減するために作業を承認した。2008年9月25日、改良された RS-68A は最初の燃焼試験に成功した。RS-68A は改良された RS-68 で、肥水力と水力が向上した。以上である。しかし2010年2月に、コンステレーション計画の中止とともに、 アレスの開発も中止が決定されたため、RS-68 がアレスロケットに使用されることはなくなった。そして完成した RS-68A は2012年6月29日に打ち上げられたデルタ4ヘビーで初めて使用された。RS-68 を有人仕様へ適合させるために200箇所以上の変更が必要とされる。NASA は 有人費用の RS-68 に監視装置や離床時の燃料型環境の除去や上長系の追加を含む複数の変更が必要であるとしている。1998年に三菱重工はボーイング社ロケットダインと同社の RS-68 エンジン用の極低温計バルブと熱交換器の輸出契約を締結し、 RS-68 ではこれらの部品が使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。